金が2億だっけで、予算も2億だっけで、マリオさんが800万、うん、そう。私って収益いくらぐらいだと思う？もうすぐで、あ、もうすぐで3年なんだけど、私もゼラもっとかなって思った。3億とかなんじゃないのって思ってた。あ、予算1億、うん、私あれだよ、あのそんな稼いでないよ、うん、そんな稼いでない、うん、私が稼ぎ出したのってもうここ1年とかだよ。あとの2年はもうゴルプラずっとゴルプラからのプラチナとかだよ、うん、もうすぐでプラプラが1年になるとしてさ、そんな稼いでないよ、うん、うん、あ、じゃこれデコネーのナイスで発表しようね。せっかく発表するんだったら誰かのネタに なってナイスってあれするかね。姉さんにナイスあれして、機長さんは分かんないけど病んでんのかなって、うん、うん、来月でプラプラ1年になる。そうそうそう、ナイスは政治。明日はほら姉さんとコラボするから、明日はほら姉さん応援しないと、うん、なんだかんだね、なんか変な感じ、なんか1年プラプラって変な感じ、なんか自分って、うん、うん、あなたまで貴重ネタ、貴重はやめないからやめてください。まあほら難しいけど、すごいこと、うん、そうだね、うん、あれこれ774号さん、体しっかり休めてね、かっこ2500点って、これねバグ、何のアイテムも来てないんだけど、これバグなんかな。ありがとう。なん、私携帯バグってんのかな、うん、うん、あ、書いてるだけ？あ、2500点ってどういうこと？文字だけ、バグじゃないんだね、うん、バグじゃないよね、違うね、うん、まあ政治養分の仲いい人がやると、あんたがやるのまだ、いや私あの数週間前にまゆちゃん引退って機長さんもやってるから、そんなこと言ったら、うん、そんなこと言ったらね、うん、7500点ありがとうございますね。それは別にね、だからって嫌とは思わない。配信者ってさ、あのやっぱ話題にしてもらいたいって思うからね。私そうなんで、何しても怒られるけどさ、うん、女だからかな、女だから、うん、女だからそう言われちゃうんだけどさ、うん、そんなこと言ったらって口癖、うん、いや私まだ3日酔い続いてんのかな、うん、3日酔い続いてんのかな、いやわかんない、女だからあのデシャバルナみたいな、あ、デシャバルナってよく言われてた、
でしゃばるなよって。しょうがない、もうこれがもうふわっち村だしね。もう井戸端会議好きじゃん。うん、まあね、まあでも慣れたけどね、慣れました。いろいろあったけど、ふくちゃんいるよここに、甘えん坊だから、よし、小林の時代の自己主張やばかった。てか今日パンパンじゃないか、をなんでお酒飲みすぎた、食べすぎたかな、昨日暴飲暴食しちゃった、やばいね、私また太っちゃうかもしんない、気をつけないと、すっごい最近食べちゃう。今日もさ、あのパスタ屋さん行って、あのパスタ2人前食べたしね、で昨日も食べたし、塩分だね、塩分。いやいや、まあリスナーさんのおかげなんだけど、また頑張んないとな、最近頑張んないとって口癖かもしれない、私の口癖、頑張らないと、昼13時は過ぎてたもん、では半日以上か、やばくない、半日以上じゃなくて、夕方の6時ぐらい、あ、じゃあ、夜の8時から飲み出して15、12、だからもう、15、6時間ぐらい飲んだのかな、15、6時間ずっと配信つけてさ、でもなんかかそってはなかったような気がする、あんだけ長時間分回して、そう、ずーっとカラオケ行って、いやもう飽きたって、もうずーっとカラオケ行ってたね、またあのイケメンとカラオケ配信、イケメンって誰、エンディーさん、天然さんじゃない、王子、いやよく見てるよね、あんな長時間、あー、青たんね、青たんもう映さない、青たんもう映さないな、青たんと友達だよ、ただあの青たんって本当に昔から SNS やんないの、 LINE とかも全部あのずっとサムネ、あの何、あの写真自分じゃないし、なんか風景とかそっち系だし、あんなにイケメンなのに、その SNS 嫌いなの。そう。もったいないよね。もったいないなって思うけど、青田はね、やらないから。昔からそうだったね。出会った当初からずっとそう。青田で友達ね。そう。だから普通に考えてさ、嫌じゃん、一般の友達だから、みんな私さ友達いないって思われるけど、私いるからね、友達、ただ配信ではあれ関われないからさ、あれだけど言わないだけで、青田ね、イケメンだね、身長180センチ以上であるで、しかも高身長で、じゃあなんで配信、まあ、酔ってたんじゃない、ちょっとつけてみるってなったんだけど、でもすぐ切った、私どう見てもさ友達いそうな性格じゃんね、私もそれ思う、友達多そうな性格してると思うんだけど、
ただ私ネクラだからさ、連絡マメじゃないからさ、そうね、いや私明るいよ、どっちかっていうと。まあでも、まあでも一人が好きだかな。配信やってから本当に友達と遊ばなくなっちゃった。なんかもうリスナーさんとこうやって喋ってる方が楽しいって思ってきちゃったりとかさ、だってあとこうやって喋ってるからもう友達と話す必要なくなったりとかさ。そう、てかさ、稽古やばいんだけど、超びっくりすることがあって、まあ、稽古ってすごい霊感あるし、なんか人の色が見えちゃったりとかすんのね。でこの前、何ヶ月ぶりかな、最後に連絡取ったのが2月なのね。で2月ぶりに、今年の2月ぶりに稽古から連絡来て、なんかあのすごい連絡してくれんの。で、ね、急にどうしたのって言って、それが今5月の末から6月の頭とかだったんだけど、稽古と連絡取ってたのが、いやなんか眉が心配でって連絡来て、なんで心配なのって言ったら、最近何回も眉が夢に出てきて、眉が泣いてんだよねって、なんか眉がすごい泣いてるからなんか心配になっちゃってみたいな、最近大丈夫って言われて、いや別に何もないしって、ないよ別に何もって。でその後にその元彼事件と家臣くん事件になったの。その時は何もなかったの別に、その後に立て続けの、だから鳥肌、やっぱ稽古やばいなって。眉がなんか毎日泣いてる夢何回も出てきてって、なんかね、稽古ってなんか霊感っていうかなんかあるんだよそういうの。よそ、予知夢だね、予知夢。いやほんとほんと、いやはいはいじゃん、本当なんだけど、あのね、人の色とか見えちゃうんだって。霊感っていうか、なんかそういうなんか霊視みたいなのとかできるタイプなんで、結構、びっくりしたよ、その後に立て続けだったから、すごいことがさ、私そういうの全くないからさ、全くないから、あ、みーおはよう、まいちゃん、私も母が進む、怖いよね、だからそういうのがさ、予知夢とかできる人とかだと怖いよね、だから見えすぎちゃって、心霊とかだからもうそういうの、私スピリチュアルとかあれだから見ない。いや機長さんわかんない、引退かどうかわかんないけど、なんか噂になってる、今日のトレンド機長さん。今日のトレンド、あ、タバコがない、怖いね。まあでもいろいろあったけど、まあ今は本当にぼち倒したね、ぼち倒した、ぼち倒したわ。まあでもこれ以外の仕事できない、私も引退してもさ、これ以外ないもん、これ以外の、まあ、稼げることがないから、もうどんなに辛いことがあっても、もうここにしがみつくしかないんだよね私たちって。どんなに嫌なことがあっても、そう、来年の税金もそうだしさ、もうここにもう魂売るしかないんだよね。機長の引退、養分さんだってさ、いやー、やばいよ私多分、あの今年なんかね、やばい気がする。今年私もうやる気だから、ガンガンやる気でいるから、